天下一品は、ラーメンチェーン店また、フランチャイズチェーン店の一つ、京都府京都市を発祥地とする、10月1日を、天一の日と称して様々な企画を行うなど、天一という略称が使用される。なお、天一及び、天下一という名称を掲げるラーメン店とは直接の関係がない。創業者は、木村つとむ、1971年に、 銀閣寺周辺で開いた屋台が、その発祥である。交流のあった、石材店の社長からの行為で、その店舗の敷地の一部に屋台を、固定、1975年8月に、初の店舗を構える。総本県のこってりラーメン赤い器の他に、白い器も使用されるスープは、こってりとあっさりの2種類が基本となっている。こってりは、鶏と十一種類の野菜から作られたスープで、 ポタージュのようにドロリとしており、麺に絡みつくかのような粘着感を持っている。このスープはドロリとはしているものの、一部の愛好家から意外と脂っこくはないと評する向きもある。このスープは箸が立つ、ラーメンとは別のジャンル、ラーメンを超えた、ラーメンなどと形容され、かつては、ゲ油や牛脂が使われているのではないかとの噂もさ、囁さかれた。あっさりは、ゼラチンを使用している。 薬味のネギには青ネギ等が使われている。一部の直営店ではネギが青いプラスチック製のザルに入れられて提供されている。カウンターには発酵した方向のある唐辛子味噌が備えられている。これらは店舗により若干の違いがある。味重ね、こっさり、2号、編集、こってりとあっさりのスープを半々に混ぜた、こ、さりが存在する。こってりを、一号、あっさりを、 3号と呼ぶのが、厨房の不調であり、こってりとあっさりの中間であることから、2号とも呼ばれる。また、屋台の味という名前で正式に提供されている、店舗もある。4号、味重ね。編集2004年1月より、一部店舗において、味重ねという、スープの濃度を客が、調整可能な野菜入り味噌ラーメンを取り扱っている。チョコってり、編集チョコってりは、通常のラーメン。 こってりの量を減らしたミニラーメン。イメージキャラクターを務めるサイレントセイレーンの避難中が考案した。毎年10月1日に配布されるラーメン一杯、無料券毎年10。これは当日に麺類や麺類を含む定食を注文すると2ヶ月間、有効のラーメン一杯無料券がもらえるというものである。加えて翌日からの1週間はスピードくじが配布される。 テレビ CM などのメディア広告には長らく木村と河内や菊水丸が登場。テレビ CM については2015年から北の木出演のバージョンを2016年からは京都出身のチュートリアル出演のバージョンを主に放送している。かつては筒谷スタカやベッキーも出演していた。2014年まで CM に出演していたベッキーは当初 味重ねのイメージキャラクターとして起用。後にキャラクター契約の範囲を拡大した上で、テレビ CM の一部で木村と共演するようになった。北の出演のバージョンでも、ベッキー出演のバージョンの内容を事実上、引き継いでいる。ただし、岡山県異性の西日本エリアの放送局では、CM を一切流していない。2017年からは、 高校時代に3年間アルバイトをしていた縁から、サイレントセイレーンのドラマー、避難中が出演。12月23日からはメンバー4人が CM キャラクターに就任した。2020年1月から杉蔵が CM に出演。天一食品商事の役員らに脅迫され1800万円の時短金を支払うという年書を書かされたとして、京都市の広告会社から、 京都地方裁判所に債務不存在の確認を求めた民事訴訟を起こされ、2014年7月、被告定位置食品商事の敗訴となった。2012年10月、滋賀県大津市内のリゾート施設の一室で、定位置食品商事の役員ら7名が、広告会社の代表1名と面会。定位置食品商事の役員らは、広告会社が担当したテレビ CM の、 放送時間帯や番組の視聴率が悪く、損害を被ったと主張。1800万円の時短金を支払う年書の作成を要求した。広告会社代表は、拒否したが、店員一食品商事の役員らは、家を担保に入れたら借りられるなどと発言し、脅迫行為に及んだため、やむなく年書の作成に応じたという。裁判において、店員一食品商事側は、 意府を生じさせる発言はしておらず、脅迫には当たらない。金銭について切り出したのは原告であり、何ら要求、強要はなかったと反論したものの、判決では、天一食品商事の役員らによる、強圧的で異常な言動で燃焼を欠か,かされ、脅迫行為があったと認定、広告会社代表の訴えを認め、債務の不存在を確認した。敗訴した、天一食品生児側弁護士は、 事実認定は間違っており、不当な判決と述べた、天一食品商事に関するカテゴリー、ありがとうございます。